ドルイドというのはゴール地方からイギリスドイツ諸国へかけて行き渡っていた古代のケルト民族の間の僧侶のことであります。彼らに関する私どもの知識はギリシャ・ローマの作家等の書き記したものと今も残っているウェールズ語・ゲール語の詩を比べ合わせて得たのであります。ドドルイドたちの役目は、と管理と、管理 学者と医者を兼ねたものであって彼らとケルト民族の人々との関係はインドのバラモン族やペルシャの同志やまたエジプトの僧侶たちがその人民から非常に尊敬せられていたのによく似通っております。ドルイドたちは世界には神はただ一つのみ存在するものだと教えてその神をバベル B.E.A.L. テルト民族の交渉家の言うところによるとこれは万物の生命とか万有の根源とかいう意味でフィニシアのバール神と類似のものらしいとのことであります。ドルイドもフィニシア人も太陽を上景としていた点はよく似通っていたのであります。そうして共に 火がその象徴とみなされていました。ラテンの作者たちは、ドルイドたちはその他にも下級の神々をたくさん崇拝していたと主張しています。ドルイドたちはその崇拝の対象を表すべき偶像も使用しなければ、神殿で会合するようなこともありませんし、また宗教上の儀式を行う建物もありませんでした。 ただ大きな石で直径20ヤードから30ヤードばかりの地面を取り囲んでそれが聖地となっていたのでありました今残っているうちで一番名高い石は英国のソウルズベリー高原にあるストーンヘンジであります。こんな聖地は、大抵川のののそばとか並木とかか、木 とかかに置かれるのが決ままりりでありました囲いの真ん中にはクロムレックすなわち祭壇があって一つの大きな石に大石を据えて机のような形にできておりましたドルイドたちはまた小山の山頂にある大きな石を自分たちの礼拝所としておりました。こんな石は石は塚と呼ばれ 太陽を象徴として神を崇拝する時に使われたのでありましたドルイドたちがその神へ捧げ物をしたことは確かでありますあでも何を捧げたかははっきりわからないしまた彼らの宗教上の儀式も一つとして知られてはおりませんローマの作家の言うところによると彼らは戦勝を祈るとか 危険な疫病の救助を祈るとかいう大事な場合には、人間の生贄を捧げたとのことであります。シーザーがその方法を詳しく記しております。ドルイドたちは非常に大きな偶像を持っているが、その偶像の手足は木の枝で組み立てられたもので、その心には生きた人間が入れてあって、それを火に乗せると中の人間は、 火炎に取り巻かれてしまうのであるケルト民族の作家たちはどうにかしてローマ史家の唱えたこの事実についての証明を打ち消そうとしましたがそれはついに無効でありましたドルイドたちは毎年2回ずつ祭典をいたしました第一の祭典は5月の初めに行われベルターンすなわち神の日と呼ばれていましたこのの祭典の時には 陰鬱な香料たる冬が過ぎてまた天日に帰ってきたことを歓迎する意味から一つの大きな火をどこか高いところで焚いて太陽をあがめましたこの習慣は聖霊降臨祭という名になって今日までスコットランドの各地方に残っております今一つの大祭はシャムウィン SAMH'in すなわち「平和の日」と呼ばれて晩成節11月1日の前夜に行われる祭典でスコットランドの高知地方には今もなおこの名をとどめております。この時にはドルイドたちはその地方の中央地点となったところで厳粛な秘密会議を開いていろいろな司法上の職務を行いました。 孔子の問題や人事財産に関する罪がことごとくこの時に裁かれるのでありました。こんな司法上の仕事に伴っていろいろ迷信的な習慣も行われましたがあことに成果をたいてその日を前もって消してあったその地方のすべての日へ移すというようなことをいたしました。万聖節の宵祭りに火を焚くという習慣は クリスト教の入った後までずっと長くイギリスに伝わっていました。これらの2大祭のほかにもドルイドたちには満月を見る習慣がありましたがあことに6日目の月を眺めました。その6日の月にはカシの木に生えている寄生木を探すのが決まりでこの寄生木と菓子とは 彼らから特別に有毒な神聖なものとされていたからそれを探し当てると非常に縁起が良いとしてありました。プリニローマの博物学者の言うところによると彼らはそれに「HEALAL」e A「l H-E-A-L-A-L-L すべてを癒すもの」という意味の名を付けてその木の下に荘厳な祝宴や 捧げ物の用意をするとともに二頭の入植をしたお牛を引き出してきてまず角を縛ってしまいますそれから白衣をまとうた僧侶たちが木に登って黄金の鎌でその寄生木を切り落とします寄生木が白い大犬に包まれてしまうとその木を与えられた者どもへ幸運の下るように祈りながら 生贄のお牛を殺し始めるのでありました彼らはその寄生木を煎じ出した水は万病の薬だとして飲んでおりましたドルイドたちは宗教を教える人であるとともにまた道徳上の教師でありました彼らの倫理的の教訓はウェールズの男性詩人の歌となって残っておりますがあそれを見ると非常に正義なもので いろいろ高貴な価値ある教えを垂れていたことがわかります彼らはまた科学の人間でその時代や人民よりもずっと学者でありましたドルイドたちが文字を知っていたかどうかは論争になっておりますがある程度の文字は知っていたらしく思われますしかしその文字が彼らの教義や歴史やシーカに用いられていないことは 確かであります彼らの教訓は「口述」であってその文字こんな場合にこんな言葉が使われるものとすればはただ口伝で伝えたのでありましたあけれどもローマの作家は彼らは自然の法則や組織に深い注意を払って恒久するとともにその地方の少年にいろいろな星やその運行のことや 世界と諸国の大きさや不死の神々の威力や権能を教えたことを認めています。彼らの歴史は皆古伝的な話で祖先の勇ましい手柄が賛美されていました。そうして全てが因文でありますから詩の艇を成しているとともにドルイドの歴史でもありました。オッシャンの詩の中には 全くこのドルイドの時代の産物ではないにしてもその頃の詩人等の歌を忠実に再現したと思われるものがあります。この「断椒詩人」等はドルイドの僧侶の中では首脳を占めておりました。ペンダントという作家の言うところによると断椒詩人たちは霊感と同じような力を与えられているのだと思われていた。 彼らは講師を問わず全ての過去の事件の口述的死下であるとともに完全な系譜学者でもあった。ペンナントはまた詩人と学人の会議のことを少しく書いております。これはドルイドの総務が滅びてしまった後も幾世紀となくウェールズに続いていた集会で。 この時には談笑詩人でない者は誰も自分の詩を読んだり音楽を演じたりすることは許されないのでありました各字の技量をわきまえるために審査官たちが指名されられそれぞれ相当の等級が授けられていましたずっと初見にはウェールズ王が審査員を指名していましたがウェールズが征服されてしまった後は イングランドの王たちが任命することとなりましたあでもエドワード第一世はダンショウシジ等の感化によって人民が反抗心を鼓舞されるというのでひどく彼らを迫害したということが言い伝えられていますドルイド派の正規はジュリアスシーザーに指揮せられたローマ軍の侵入の頃でありました これらの世界の征服者たちはドルイドの者たちを非常に迫害したものですから彼らは大陸を去ってアングルシーとアイオナへ退きました。こうしてその付近の島々や大陸に勢力をとどめているうちに高知のセント・コランバンが来てその迷信を打ち破り地方の住民をクリスト教へ導いたのでありました。 アイ,オナイギリス諸島の中で一番小さい島で荒海に取り囲まれたまま何一つ内部の富もないアイオナは北欧全部が異教の暗雲に閉ざされていた時に立派な文明や宗教を持っていたというので歴史上に普及の位置を占めていましたアイオナすなわちアイコルムキルはマル島から幅 半マイルほどの海峡で隔てられた一番端の島でスコットランドの陸地からは36マイル離れております。コランバはアイルランドの生まれで王族の血筋を引いた人でありました。当時アイルランドはもうクリストの福音の光を認めていましたがスコットランドの西北部はまだ異教の闇に浸っていました。紀元年、 コランバは十二人の友達とともに、重肥で大田木の枝作りの小舟に乗ってアイオナ島へ上陸しました。すでにその島を占めていたドルイドたちは、コランバをいつか狭いとするし、付近の野蛮な民族どもも、いろんな迫害を加えるという有様でしたから、しばしばその身の危ないことさえありました。でもコランバは忍耐と熱心の甲斐があって、 一つの総院を立てその院長となりました。そうしてなおたゆまずスコットランドの高地から各地方に聖書の布教をしているうちに長老にも劣らぬような尊敬を受けてすべての官区が皆コランバとその弟子たちに従ってしまいました。そのうちでもピクと東部スコットランドの王は 彼の貧性と知識に感服してこの上もなく尊敬いたしましたから辺りの族長や君主等も皆帰依していろいろな相談をしたり何か争い事のある時には彼から裁きをつけてもらったりいたしました。でコランバはアイオナに上陸した時についてきた12人の弟子たちを集めて一つの宗教上の団体を作り 自分がその長となりました場合によって時々他の人が加わることもありましたが数はいつも初めの12人と決められてありましたこの団体は修道院と呼ばれていましたが後世の僧院の組み立てとは違っていましたあそれに入ることを許される人々をばカルディと言いましたが多分ラテン語の CU L-T-O-R-E-S-D-E-I カルトレスダイすなわち神々の崇拝者たちという意味でありましょう彼らは福音を説くとか青年を数えるとかいう普通の仕事を助け合うと同時に一緒にいろいろな礼拝場の収容を積んで熱心な信仰を支えていくために結んだ団体でありました。これにに入るには 制約を立てなけれどもそれも普通の総員組織の誓いとは異なっております。普通の総員では独身貧乏及び服従の3つの制約を守らなければなりませんがカルディにおいては第三者すなわち服従の義務以外には何にも束縛はありませんでした。 彼らにはまた結結婚婚が許されてて、い大抵の人々はしたたようであります。だ妻が総員の規則を守ってそこに両人と共生するということは許されてありませんでしたから付近にみんなの妻の住むところが定められてありましたアイオナ島のすぐそばにエイレンナム版 EILENNAMBAN 女の島と名に呼ばれた島が一つあります。両人は学校や聖堂の暇な時には、そこでその妻と一緒に住んでいたらしく思われます。こんな点でカルディはローマ教会の規則と離れていたものですから、異教だとみなされていました。それゆえローマ教会の宗派はだんだん流星になったのに反して、カルディは衰えてしまいました。 そうしてついに13世紀にはカルディ制度は禁止せられて会員は解散いたしました。アイオナは裁縫の海中にあるからノルウェーやデンマークの海賊から襲われてよく家を焼かれたり殺されたりしていました。そんなことでだんだん衰えたうちにカルディが滅亡しましたから一層水尾の度を早めたのでありました。 天宗教改革の時二僧たちは現存させて尼寺をは取り崩したのでありました旅行者たちが今もアイオナへ行くのはいろいろな教会の跡とか墓とかが残っているためでありますその主なるものは大街道とか礼拝道とか尼寺の小さい街道とか とかでありました。他にも宗教上の古いものがいろいろ残って、その島にキリスト教以外の種々な崇拝や信仰のあったことを示しています。ドルイドの起源であったらしいような円形の石塚も所々にあります。